で、これサーフ文学鎌倉ですね。あと、君つなぎ 5M があったり、もうほんとなんかいっぱい、もうとにかくアジカンがね、好きでこうやって音楽を聴き始めたと言っても過言じゃないですね、ほんとに。はい、どうも皆さん、こんにちは、ノラモノです。アステラ&ケルン AK70 を買ってですね、3週間ぐらい AK70 を使ってるんですけども、すべての楽曲をですね、まだ PC に入れきれてないんですね。僕はずっとウェブで PC 内にですね、データを保管していたんですけども、今回も AK70 を使うにあたってですね、Apple Lossless Audio Coder にですね、ちょっと入れ替えたいなと思って。普通にまあ変換すればもうそれでいいんですけども、僕は CD をですね、こうパソコンに入れるという作業がすごい好きなんですよ。こうリッピングするときにですね、こう、まずこうジャケット見て、まあ懐かしいなーって思ったりとか。で、これで、まあ CD を入れてリッピングしている間、実際に取り込んでいる間にですね、こうジャケットのデザインとかこう見たりするのがすごい好きなんですね。もうさっきからもう始めて、まあこれぐらいまあやったんですけども、やっぱりこう懐かしいなとか、あこんな CD 持ってたっけみたいなのも結構あるんですよね。うん。なので今回持っている CD の紹介をですね、さらっとさせていただきたいなというふうに思います。ここにあるのが全部アジカン。もう僕は、アジカンが大好き。まあ好きな、バンドが好きになったそもそもきっかけがですね、アジカンなんですよね。これはアフターダークのまあシングル。まあ、これもシングル。これもシングルですね。シングルを、ね、高校生の時にも買ってたんですけども、なかなかね、高校生だとやっぱお金がなくて、普通だったらまあシングルは見送って、まあアルバムを買うみたいな感じにすると思うんですけども、僕はもう高校生の時、アジカンすごく好きでね、こうデザインとかもすごく好きで、もうシングルをもうガンガン買ってましたね。もうこれ、ブルートラインですね。これワールドアパート、もういっぱいシングル持ってます。でこれアジカンのこれベスト版ですね、アルバム。でこれマジックディスク、ランドマーク。でこれワールドワールドワールドがあって、でこれサーフ文学鎌倉ですね。あと君つなぎ 5M があったり、もうほんとなんかいっぱい、もうとにかくアジカンがね、好きでこうやって音楽を聴き始めたと言っても過言じゃないですね、本当に。アジカンの CD はいっぱい持ってますね、うん。続いてこちら、もう今大人気の星野源さんの CD ですね。こちらのまあレビューとかの動画も一応出てるんで、まあ気になったら見てください。星野源さんのね CD はね、こうシングルについてる DVD がすごい面白くって、もう必ず買ってますね。あの買わないとね、すぐ値段高騰しちゃうんですよね。だからもうすぐに買うようにしています。はい、でこちらがスキャンダルの CD になりますね。スキャンダルも僕めっちゃくちゃ好きで、ファンクラブにも入ってたんですけども、ちょっととある事情でね、ファンクラブちょっと更新できなくて、もう今入ってないんですけども、スキャンダルめっちゃ好きですね。初めてのその武道館のライブ、スキャンダルの初の武道館ライブを見に行ったりとかして、かなり好きでよく聴いています。はい、でこれがリサのライジングホープですね。ライジングホープだけ持ってます。これだけめっちゃ好きでね、持ってます。他にも好きな曲あるけども、とりあえずこれだけ持ってます。はい、でこれがナノライプの CD ですね。透明な世界の CD になります。ナノライプもめちゃくちゃ好きで、アニメのね、主題歌結構やってて、すごく好きです。で、これスペシャルサンクスの CD ですね。スペシャルサンクスももうどんどんメンバー変わっちゃうんで、でもその分音楽性が結構コロコロ変わるんでね、それがまた面白かったりもするんですけども。で、これがロード・オブ・メジャーですね。もう結構古い CD だと思います。2007年の CD ですね。はい、で、こちらがシュノーケルの CD になりますね。これ奇跡のやつですね。これ、銀魂のオープニングだったかエンディングだか忘れちゃったけども。銀魂がすごい好きでね、もうよく買ってましたね。銀魂の主題歌はみんないい曲だからみんな買ってましたね。うん。はい、で、こちらがモンゴル800のメッセージというアルバムになります。小さな恋の歌とかがね、入ってるアルバムなんですけども、これ、2001年発売なんですよね。だから本当に、ずっと長く人気が出てる。最初、まあ発売当時よりもね、こう時間が経ってから人気が出たっていうのもあると思うんですけども。感覚よりもものすごくこう出た時期がこう古いんですよね。2001年ということでね、うん。びっくりしました、これ見たと。はい、で、これがオレンジレンジの CD ですね。もう結構古い。これもいつだろう。これ2004年ですね。これ2004年に出たやつ。オレンジレンジもすごい好きでね。ずっと聴いてましたね。はい、で、これがジャパーリネットのベストアルバムかな。ベストアルバムですね。ジャパーリネットもすごい好きだったんですけども、まあ、解散しちゃって。でも再結成したんですよね。期間限定だったんだかわかんないですけども。再結成してね、活動してますね。で、これ、太陽族の CD、旅立ちという CD ですね。太陽族も、高校生ぐらいの時好きでしたね。すごくよく聞いてました。今も聞きますけどね。で、これ、ケルンのアルバムですね。シグナルというですね、銀魂の
オープニングとかエンディングの中になったやつの曲が入ってるやつですね。これもまあ銀魂結構好きでね、そのつながりで結構聴くアーティストが増えたんですけども、これもその一つですね。あえてこれがフローの CD ですね。アンサーも、アンサーはなんで買ったんだろうな、わかんないですね。はい、これがウーバーワールドですね。なんかすごいちょっとボロボロになっちゃったけども、ウーバーワールドもすごい好きですね。これもウーバーワールド、これもウーバーワールドですね。はい、でこちらが吉木りさのアルバムになりますね。ペントミノというアルバムになるんですけども、吉木りささんはその演歌歌手やってたんですよね。だからすごい歌もうまくって、特にこの1曲目のねボカロがライバルっていう曲がすごく好きで買っちゃいました。 DVD もついてるんでね、これすごくいいと思います。これちらステレオポニーですね。ステレオポニーも解散しちゃってもう残念なんですけども、うん、スキャンダルが好きでそのつながりですごく好きになりました。でこれがミミメメミミというですねアーティストの CD になります。耳を担当している人とメメを担当している人がいるんですよ。このジャケットとか PV とかのデザインを担当している人と、それからこう歌を歌っている人の担当とか、そういう風な意味合いで付けられているアーティスト名なんですね。これもすごく好きで、これは瀬尾浩二さんが書いている漫画ですね。原作の君のいる街という漫画がですねアニメ化して、そのまあオープニングだかエンディングだかだったんですけども、使われた曲ですね。はい、でこちらが9ミリパラベラムバレットですね。9ミリも本当すごい好きで、僕が、まあ本格的に組んだバンドのドラムが9ミリすごく好きで、で紹介してもらってもすげえ好きになったんですけども、やっぱり僕が弾くそのギターっていうのはアジカンとか9ミリですねにすごく影響を受けていて、まあ、9ミリの方がやっぱ影響を受けてるかな。やっぱ9ミリすごく好きですね。あとこれがその9ミリのムーブメント横浜というですね、横浜アリーナで行われたライブのライブ CD ですね。これその場で売られたんだと思うんですけども、ドラムがねその横浜アリーナに見に行った時に買ってきてもらったやつですね。うん、懐かしいな、すごい本当にこれリッピングし始めるとね、本当な懐かしいなと思うものが多いですね本当に。でこちらがですねジャミング OP の CD になります。ジャミング OP は9ミリのギターの滝さんが、まあ、組んでいるバンドなんですね。ジャミング OP と、まあ、9ミリが同時期に、まあ、活動してたんですけども、最終的に、まあ、9ミリで、まあ、メジャーデビューしてしまったので、ちょっとジャミング OP の活動が、まあ、止まってたんですけども、本当に最近、まあ、最近ってわけでもないですけど、2、3年、まあ、どれくらい前なんだろう、本格的にまたこうやり出して出したアルバムですね。このアルバムもすごいかっこいいです。9ミリがなんかダサかっこいいなんて言われてますけども、ジャミングはすげえかっこいいなというふうに思います。うん、これはおすすめですね。はい、でこれがヤバイ T シャツ屋さんですね。ヤバイ T シャツ屋さんもすごい好きなんですよね。たまたまこう友達が車で聴いてるの知って、あ、これすげえいいなと思って、もう勢いで買ってしまったんですけども、すごくいいです。なんかこうくだらねえことをなんか一生懸命やってる感じというかね、うん、すごい中毒性のある楽曲が多いですね。なんか気づいたら聴いちゃうみたいな、これもおすすめですね。はい、でこれがラッドインプス人間開花ですね。こちらのまあ CD 紹介してる動画も出てるんで、ぜひ見てください。ラッドもすごい好きですね。もう高校の時からずっと好きだからね、もうずっと聴いてますね。はい、でこちらがですね蝶々の、優しさの理由という曲ですね。こちらはまあ評価というアニメのオープニングだったかなになった曲なんですけども、評価はもうほんと好きで、聖地巡礼ずっと行きたかったんですけど、なかなか行けなくてね。これ飛騨が多分聖地になってるんで、まあ、君の名はと同じ聖地ですね。君の名はの聖地のその飛騨っていうのは結構アニメの聖地になってるところが多いですよね。はい、でこちらが青いエイルの翼ですね。青いエイルさんもその活休ということで、まあ事実上もう引退なのかわからないですけども、うん、残念ですね。うん、すごいいい曲です。アルスラン戦記のオープニングだったかなになった曲ですね。うん、でまたこの9ミリの CD がこうごそごそと出てきて、はい、でこれスキャンダルですね。スキャンダルも持ってます。はい、でこれが風立ちぬのサウンドトラックですね。風立ちぬなんか映画3回見に行きましたからね、映画館に。それくらい好きです。いい曲が多いですね。これはやっぱ車で聴いたりとかするとやっぱいいですね。晴れた日の最高です。でこれはガリレオガリレイの青いしおりですね。もうこれはもうあの花の、ま、曲としてもすごい有名ですけども、これもすごくいい曲ですね。はい、でこちらがスクリーントーンズの CD になります。スクリーントーンズというのはですね、孤独のグルメの曲を全部手掛けているアーティストさんになるんですけども、孤独のグルメのその原作のくすみさんが、リーダーとしてやっていると思うんですけども、この曲はですね、ジャスラックに登録されてないんですね。まあ今ジャスラックすごい話題になってますけども、ジャスラックに登録されてないので
まあ、その許可を取っていただければ YouTube でも使用して構いませんよと、収益化もしていて構いませんよというふうな CD になっています。で、実際に僕の動画でもですね、この孤独のグルメをちょっともじったような感じのパロディ系の動画を出してて、それに使わせていただいてます。許可もね、しっかり、地底レーベルというレーベルで撮っています。はい、ちょっとですね、まだまだこうリッピングしてない CD がいっぱいあるんですよ。さっきのはまあリッピングし終えた CD なんですけども、他にもありますね。紹介してないアーティストだけ紹介します。まずこれはもうブルーハーツですね。これスペシャルベストですね。ブルーハーツもなんやかんやすごい好きですね。うん、ライブ DVD も持ってるんですよ。はい、でこれはガガガスペシャルですね。これしか持ってないんだけど、やっぱガガガもすごい好きで聞いてました。中学生ぐらいの時によく聞いてたかな。周りが好きな人が多くって、ミスターチルドレンのホームというアルバムですね。これは僕が好きな曲がね、もういっぱい入ってたんで買いました。これしかちょっと持ってないんですけども。はい、でこちらバンプね。バンプのカルマと天体観測ですね。はい、でこれノーバディーノーズね。ノーバディーノーズのエレミラドール、展望台の歌っていうね。はい、でこれがイナゴライダーですね。イナゴライダーもベスト。イナゴライダーも好きでよく聞いてます。ライブ DVD もね、2つ持ってますね。うん。はい、でこちらがアクアタイムズですね。アクアタイムズもすごい好きでよく聞きますね。はい、でこちらはスピッツですね。スピッツももうまだいっぱい持ってるんですけども、こんな感じと思ってますね。はい、でこれはドーズですね。ドーズも銀玉関係で好きになりましたね。はい、でこちら青坊主になります。青坊主もね、もう結構前から聞いてますね。ただ最近の曲がもう聞かなくなっちゃったな。また聞きたいですね。うん、はい、でこれがレッドバルーンですね。レッドバルーンも本当に銀玉がきっかけで好きになりました。レッドバルーンも最近活動してないから解散しちゃったんでしょうかね。うん、すごい好きですね。これ今度アンプリファイドですね。アンプリファイドも銀玉関係で好きになりました。はい、でこちらホルモンですね。ホルモンの CD も持ってます。あと他にもアルバム持ってますけども、ユイのアルバムも持っています。でこちらオレスカバンドですね。オレスカバンドもアメリカに行ってね、ライブやったりとか精力的に活動しています。はい、でこちらチャットモンチですね。チャットモンチの生命力というアルバムになります。はい、でこれがエルレガーデンの CD です。もうエルレガーデンはね、もう高校と、それが中学ってもうずっと好きで、てかもうめっちゃ流行ってましたからね。もうかなりの数持ってますね。はい、ということで CD の紹介でした。まあ、なんかまた好評だったらまた別の CD を紹介する動画も撮りたいなと思ってます。それではありがとうございました。奈良本でした。